地元の教育委員会などによりますと、今年5月下旬、県北にある中学校の女子トイレの個室で、カメラのようなものがティッシュ箱に入っているのを生徒が見つけました。学校は、生徒が盗撮の被害に遭った可能性もあるとして通報し、警察が捜査を進めています。また学校は、およそ1ヶ月後の6月18日に臨時の保護者会を開き、カメラのようなものが発見された経緯などを説明したということです。地元の教育委員会は、現時点で動画などの流出の被害は把握していないとした上で、このような事実があったことは残念、子どもたちのケアに最大限努めたいとコメントしています。